じゃあどうも、ジャマです。はい、という形で今回もやってまいりますけれども、今回もタイトルにある通りですね、なんと私ジャンゴ2020年10月10日あと11日ですね、なんとふるさと村プロレス子供祭りで YouTube の生配信をすることが決定しました。ありがとうございます。プロレス子供祭りね、私まあ舞台に出るってわけじゃないですけども、そのプロレスやってる様子だったり、あと周りの店舗とかいろいろね、中の様子だったりを紹介する YouTube 生配信を今回させていただくことになりましたというお話です。そうです、今回はお知らせ、まあ告知の動画なんですけれども、そうなんです、本当ありがたいことにね、お話しいただきまして、ぜひやらせてくださいという形で今回こういった YouTube 生配信やることになったんですけれども、今回ですね、私だけがその YouTube 生配信するってわけじゃなくて、横手鎌倉 FM のパーソナリティであり、アーティストでもある岡本和真さんという方とね、一緒に二人で、こんな感じですよって紹介する YouTube の生配信やらせていただくことになっております。はい、皆さん知ってますでしょうか、岡本和真さん。岡本和真さんといえば、そうですね、私がライターを担当している秋田ビジョンブレイクっていうコンテンツがあるんですけれども、そちらの方でもね、私が岡本さんの方に取材させていただいたっていうね、過去も過去っていうかそういった経験もあったり、そしてなんとその岡本和真さん、私の中学校高校の一つ上の先輩なんすね。もろ先輩なんすよ。なのでまあそんな感じで取材もやらせていただきましたし、今回こういったいろんなねご縁もありながら、こういったプロレス子供祭り、ふるさと村で行われるプロレス子供祭りに YouTube 生配信という形でね、一緒にやらせていただくことになりました。はい、であと当日、まあ、10月の10日10月の11日、今週ですね、明日明後日ですね、あるわけなんですけれども、詳しいタイムスケジュールとかは私のツイッターとかで追ってご連絡いたしますけれども、放送する当日生放送するよって YouTube のアカウントあるんですけども、なんとこのアカウントではありません。このアカウントじゃなくて、ですね、別の YouTube アカウントがあるので、そちらの方をね、皆さんチャンネル登録、今この後チャンネル登録していただいたり、まあ当日ですね、私のツイッターとか SNS からもここから見れますよっていうリンクを貼りますので、そちらの方ぜひ見ていただければと思います。概要欄にもその生配信する、当日生配信するよっていう YouTube アカウントを掲載しておきますので、今のうちにねチャンネル登録しておけば、始まった時にすぐあやってるよって通知来ますので、ぜひぜひ確認していただければなって思います。で、そうですね。で、イベントの詳細なんですけども、このプロレス子供祭り結構すごくて、私去年か、2019年も、まあ、毎年やってるんですけども、2019年見させていただいたことがあって、かなり盛り上がってます。かなり盛り上がってるっていうのは、やっぱ子供、親子連れがすごく来るんですよね。やっぱプロレスって、最近若い人たち見られてないっていう風に言いますけども、やっぱお父さんたちの世代、お父さんお母さんたちの世代って結構プロレス世代なので、その子供とね、お子さんと一緒に連れてくる、来られる、一緒に見るっていう方がね、かなりいましたね。今年はね、コロナでちょっと人数制限もなってるんですけども、去年はほぼほぼ満員というか、そのふるさと村ドーム劇場っていうドーム型のところでやるんですけども、そこ満員になるぐらいの観客で、去年めちゃくちゃすごかったなっていう風に見てました。でね、子供、お子さん来られても、リングで体験コーナーっていうね、まあ、人数限定なんですけども、プロレスラーの方と一緒に、まあ、その体験、プロレス体験をしたりするコーナーがあったり、あとね、トーク&ライブショー、高田優香さんとか、あとキャミソールブラザーズさんとかも出ますので、プロレスだけじゃなくて、他のエンターテインメント性もある、イベントなので、ぜひね、皆さん見に来ていただけたら嬉しいなと思います。見れない方は私たちのね、YouTube の生配信を見ていただければ嬉しいなと思っております。という感じでやっていくんですけども、そうね、このイベント本当すごくって、
まあ数々のプロレスラーの方来られるんですけども、その他にもねドーム劇場の周りの方で唐揚げバトルロワイヤルっていうねめちゃくちゃ気になるイベントが開催されてるんですよ。グルメイベントですね。これはですねちょっと説明読んでいきます。唐揚げの専門店人気店が集合、2日間にわたって繰り広げられる熱き戦いということでですね、こちらの方は、まあ、お祭り広場なのでドーム劇場の、まあ、前の広場ですね。そこで、いろんな唐揚げ屋さんが出店してるんですよね。参戦店舗って書いてあるんですけれども、秋田鳥月協会さん、あと團十郎さんの唐揚げ専門、團十郎さんとあと唐揚げ専門の東京丸武商店でいいのかな、丸竹商店かなさんとか、あと唐揚げの中村さんとか、唐揚げゆりやっていうね数々の唐揚げ屋さん、いろんな唐揚げがそこで食べれるんですよ。当日来ていただくとね。あとその他にもなんかいろいろちゃんこだったり、あとジンギスカンが食べられたり、なんかねいろんな、あとカレーもか、なんかいろんなグルメが食べられるイベントも合わせて、開催されますので、これはぜひねプロレスを見た後にでも先にでもいいですけども、その後に唐揚げも食べられるってなんて素晴らしいイベントなんだって思いました。でこれは今そのね、10日11日ってまあイベントあるんですけども、有料の席もあるんですよ。概要欄とかでお知らせしておきますけれども、アリーナ席だったりスペシャルシートだったりね、有料席がありまして、それはローソンチケット、ローチケで発売がされています。ちょっと売り切れなのかどうなのかって今の時点で私わからないんですけれども、そういった購入方法もあったり、あと子供は入場料無料で、18歳以下ね、18歳以下は入場料無料で、当日はですね多分無料席のご案内も書いてあるので無料席もあると思います。それは先着順って書いてますので、ぜひぜひ皆さんねこちらのイベント見ていただければ、来ていただいたら嬉しいなって思います。はい、秋になってきてどん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 秋田県内でもイベントだったり、そのグルメイベントだったりも開催されてきてますけれども、やっぱり手洗いうがいだったりとか、マスクをしっかりするだとか、アルコール消毒をしっかりするだったり、感染予防の対策をしっかりしてね、来る前も来る後も来てる時もしっかり対応というか対策をして、楽しく見ていただければ嬉しいなって思います。まだね家に行って出てくねえよ外さっていう方は私たちのぜひYouTube ライブを見ていただければとてもとても嬉しいでございますというお知らせの今回動画になってるんですけども、ね、プロレスね本当このイベントすごくて、来ていただいたら分かると思います。かなり盛り上がってます。私初めて見た時本当満員ぐらいの観客がもうビシビシ入ってだったところだったので、いや秋田にもこんな活気があるんだとか、イベントでこんな活気が生まれるんだっていうね、なんかまあイベントの中身もそうですけども、その側から見るとなんかすごいなっていう、そっちから見るとなんかおおこんなに盛り上がれるんだ秋田県みたいな、なんかパワーをもらえるイベントでもあったので、ぜひぜひ見ていただければと思います。という形で今回はお知らせの動画でした。あと先駆け新報さんもね見ていただいた方、この動画のコメントもいただいたり、実際にね私にメールとかDM とかあとリプライとか送ってきてくれた方もいて本当にありがとうございました。皆さんから見られてる分本当に頑張らねばいけないなって思っております。ぜひ YouTube ライブもご覧くださいということで、ポンジャッバイバイヘバナ。